アニメリコ。いいよ、エイリー。淡き水柱。ああ言ったな。油断大敵よ。まで何やってんだか。それ。何他人みたいな顔してるのよ。アルトも遊ぼうよ。俺たちは遊びに来たんじゃないんだ。せっかく海に来たんだもん。それに今はすることないしね。分かった、うん、俺に本気出させる気だな。ちょっと手加減しなさい。かかってきやがれ。ずいぶん待たせちまったようだな。ううん、楽しかったよ。楽しかった？あなたが港に戻ってくるまで海で遊んでたから。朝日、余計なこと言わないの。やばい、依頼してくる割には随分のんきだな。港の人たちから聞いたんだ。俺たちの依頼を受けてくれそうなのはアルビダさんだけだってね。アルビダでいい。堅苦しいのは性に合わないんでね。ロストペンタゴンか。確かにあそこは難所中の難所だ。お宝探しかい？折れない剣がロストペンタゴンの海底に眠ってるって噂を耳にしたんだ。その剣は確かに存在するよ。本当か？挑戦したやつの話だと、その剣は海底に刺さって全然抜けなかったらしい。ま、大体は剣にたどり着く前にロストしちまうがね。見えてきた。ロストペンタゴンだ。剣のあるポイントはだいたいこの辺りだと言われている。風がないから波もほとんど立たず、魚の気配もない。絶巻海域とはよく言ったもんだ。ハルトの旦那、水中じゃ体力が徐々に削られていく。戻る時間まで計算せずそのまま死んじまうやつも多いんだ。くれぐれも無理は禁物だ。わかった。もし船が危なくなったら逃げてくれ。俺たちだけならどうにかなる。ちゃんと二人を守ってやんな。黙って守られるほどおとなしい奴らじゃないけどな。簡単には見つからないね。潜ってる時間に限界があるからなおさらだ。探索範囲が広すぎるしね。こうなれば根比べだな。時間はかかっても端から端まで探していくしかないわね。ねえ、ん？あっちの方にある気がする。気がするってお前そんな曖昧な。いいんじゃない、どうせしらみつぶしになるんだし。ダメ元で行ってみましょう。やっぱり何も。嘘だろ。どうして？
たまたま同じってだけの可能性だって。いや、陶器が全身に伝えてくる。俺の相棒だってな。ハルト、早く抜こうよ。ああ、名前の巨大なモンスターが海中に潜んでるって噂はあったわ。見て、まさか。やれやれ、とんでもない相手だったな。水の中があんなに戦いにくいなんて。あれ、クライブは海上に逃げる時には一緒にいたわよ。はぐれて海の中に沈んでるんじゃないでしょうね。用があるからまた今度な。これだけ？わざわざ手紙って。メールなら返事できるのに。久しぶりの再会に照れたって立ちでもないのにね。でもクライブらしいよね、こういう回りくどいの。マイペースなのは相変わらずってところかしらね。逆に安心したわ。いっぱい集まってる。ギルドが連合してスバル打倒とか、大人げねえよな。謝った方がいいのかな。何を謝るって言うんだよ。だって私たちがボスを横取りしちゃったから。僕らはルール違反をしたわけじゃない。ただ彼らが倒せなかったボスを倒しただけだ。でも、あの人たち最初に倒すんだってずっと宣言してたし。ここが引き際かね。一抜けた。な、どういうことだ。スバルを抜けるよ。だって勝てるわけないし。だったら今のうちに降伏した方が傷は浅くなるからさ。見損なったぞ。ゲームオーバーはごめんだし、このまま引きこもってるのも性に合わない。本気なの？俺が嘘を言ったことがあったかい。何度も。でも今回は本当だ。それに俺、一度スバルと戦ってみたかったんだよね。アモー様とウスイ様ですね。
こちらです。来たか。何を頼んでもいい。ここは僕が持とう。あら、気前がいいのね。僕の都合で呼び出したんだ。そのくらいは構わない。じゃあ俺、カフェオレのアイスで。私、マロンショコラと、ショートケーキとザッハタルテ、シフォンケーキ、それにイチゴのタルト、あとはダージリンティー。ホットでお願いします。かしこまりました。おい、サツキ。君はもう少し控えめな女性だと思っていたが。あら、ゲームオーバーにさせかけたこと。もう忘れたと思ってるの？それは。これでチャラにしてあげるって言ってるの。しかし昼前だぞ。カロリーだって。何か問題でも？いや、なんでもない。何がおかしい？このタルトも甘さが控えめで上品。さすが高典のお父さんが経営するホテルだけはあるわ。それはどうも。それで私たちに聞かせたい話って？僕も暇ではないから本題に入ろう。もちろん朝日のことだ。朝日復活以降何か不自然さを感じなかったか？まず思い当たるのは噂が広がるのが早すぎるってこと。それこそ不自然なほどにね。ようやく尻尾をつかんだ。裏で糸を引いていたのはグノーシスだ。グノーシスですって？ユニオンの頃からある超エギルドの。覚えてる。秘密主義でうさんくさい連中だったな。以前グノーシスの秘密を探ろうとしたギルドがメンバー全員リユニオンから抹消された。抹消？まさか。ログが跡形もなく消されているためこの事実を知る者自体ほとんどいないがな。どうやってそんなことができんだよ。偶然その事実を知った僕は現実世界でゲームオーバーになったプレイヤーたちに確認したが、口をつぐんだまま誰も詳細を語らない。仮想世界のギルドが現実世界に影響を与えるなどあまり考えたくもないがな。なんでそんな奴らが朝日を狙うんだよ。わからない。そもそも朝日を倒して名声を得たい者、朝日の力を手中に収めたい者など先導されたプレイヤーたちの目的には一貫性がない。サザンクロスとブリルソサイティが僕を裏切りディヴァインを結成したこともグノーシスが秘密裏に手を回したと僕は見ている。それじゃまるで朝日を狙わせることだけが目的みたいじゃねえか。こんな得体の知れない話を朝日の耳に入れて不安な思いにさせたくない。だからわざわざここに呼び出したってわけね。不本意だが彼女と一緒にいる者に伝えておかなければと思ってな。僕が話せるのはここまでだ。ついでだから私たちもあなたに伝えておくわ。お？クライブに会ったの。クライブだって。というわけでそれっきり連絡が取れていないのだけど。こそこそと一体何をやってるんだあいつは。クライブもそうだがエーギルに刺さっていたというプレアデスの話もにわかに信じがたいな。そうね。リユニオンにログインした時点で昔の装備品やアイテムは全て消えていたし。握った時確信したんだ。あれは間違いなく俺の剣だ。あ、でもハルト、スバルのパーティーリング拾ったじゃない。あれは何かの弾みで落としてフィールド上のアイテムとして残ってただけだ。でもプレアデスはずっと俺の手にあった。最後の瞬間までな。わからないことだらけだが鍵となるのはおそらくあの赤い石だと思う。石が見せるおかしな映像と関係があるのかしら。あれを見せられて以来ずっと考察していた。そして一つの仮説を得た。仮説？朝日の肉体は現実世界に存在しているかもしれない。
ということだ。あなた、自分で何を言ってるか。分かっている。だが、石が見せたあの映像、あれが現実世界のものであったら、そう考えれば、おそらく朝日は、いや、やめておこう。我ながらあまりに突飛すぎる。すまない、忘れてくれ。お久しゅうございます。ハルト様、サツキ様。どうも。ご無沙汰しています、執事さん。全然お変わりないですね。お二人は随分立派になられて。いいから、用件を話せ。日下のぞみ様の行方が判明しました。なぜここで言う？何か問題でも？大ありだ！あなた、のぞみを探していたの？お前、スバルの復活をあれほど否定してたじゃねえか。勘違いするな！それが朝日の願いだからだ！君らのためじゃないぞ！それで、のぞみはどうだったんだ？朗報ですぞ。この町に戻っておいでのようですな。あんな目にあったのに、再チャレンジとはね。そこに宝があるなら、行くのが私たちスバルだもん。いい心意気だ。憧れるね。はあ、おかえり。潜ったのこれで何回目かな。また一からやり直しね。気が遠くなる。アルビダ、どうしたんだ。クライブよ、昨日ぶりだな、お三方。俺の力が必要かい。どうしたんだよ、久々の再会だってのに。クライブなんだよな。おいおい、俺じゃなかったら誰に見えるのさ。あ、クライブだ。今まで何してたの。積もる話は仕事を済ませてからだ。それは？敵の出現をある程度制御できるアイテムだ。昨日の分は使っちまったからな。じゃあ、あなたも？俺もエーギルを狙っててね。それで偶然ハルトたちと鉢合わせってわけさ。そうだったんだ。もう驚いたよ。そりゃお互い様だろう。みんな元気にしてたかい？さあ、始めるか。何？行こう。もう奴が現れてるはずだ。これなら自由に動けるな。クライブの変幻と私の魔導のコラボなんて昔に戻ったみたい。通りに行くぜ。オーケー。アサヒ、あれだね。このまま付き合ってもらおうか、ハルト！そーれ！絶対霊下！スターダストオーシャン！頼むぜ。俺の
どうしよう、ハルトの HP がどんどん減ってるよ。落ち着きなさい、アサヒ。きっといつものクライブのおふざけに違いないわ。第8話、未来の選択。